こんばんは。全国外国人雇用協会、ユーマス就職学院の小野塚です。第109回、有力企業就職ライブ大阪編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは毎週日曜日の夜に配信しています。そしてこの大阪編でお届けしますのは、私ども留学生就職学院の大阪会場に、社長さんが来てくださるという案件をピックアップしています。大阪の近くにお住まいの方はぜひ面接を受けてください。はい、それでは今日のね、1章目ご案内させていただきます。こちらは飲食のお仕事になります。飲食店を、経営されている会社さんですね。場所は大阪府大阪市、店舗は北新地駅にあります。北新地皆さんね、大阪の方だったらご存知と思いますけど、梅田からすぐですね、歩いて5分、6分、10分かからないぐらいで、歩けるところと思います。淀屋橋に行く手前、が、北新地ですね、飲食店がいっぱいあるところ、そこに、店舗があります。で、お鍋料理がメインですので、その具材の仕込みとかね、盛り付け、それからもちろん洗い物など、店舗で必要なことは全部一通りやっていただくことになります。この飲食店に限らずですね、日本の企業は、正社員として入ったら会社の中の仕事は何でもやるというのが普通のことです。これが日本の会社の働き方です。ですから、私はキッチンしかしたくないとかですね、ホールしか嫌だとか、あるいはまあ他の会社でもね、なんかそういう雑用的なことはしたくないというような人は日本の企業では、働けないですね、向いてないです。どんな仕事でも、洗い物でも、お掃除でも、何でもやる、何でも覚えて頑張って将来、お店の経営に携わっていくという方を、ね、求めていますので、ぜひそこはね、しっかりとイメージしてアピールしてください。はい、すでに外国の人も活躍中のお店、会社ですのでね、働きやすいと思いますよ。で、未経験の方、経験が浅い方でも大丈夫ということですのでね、ぜひやってみてください。面接は3月2日水曜日の2時です。1人から2人募集で、22万から31万の給料ということですね。ボーナスもあります。ぜひね、やってみてください。はい、2社目、工場のお仕事です。工場を探している方はね、検討してみてください。プログラムされた金属加工機を操作する、機械オペレーターですね。こんな機械、大きな機械がいっぱいありますけども、それぞれプログラミングされていますので、手順に沿ってね、操作をしていくだけで大丈夫です。将来的にもしかするとそのプログラミング自体に、携わることがあるかもしれませんけど、最初はオペレーターとして入るということになります。場所は東大阪市ですね。大阪駅から28分のところですから、とても便利。天王寺からだともっとすぐですね。あと今に来てしまう、この辺りね、外国の人たくさん住んでますのでね、通いやすいと思います。NC 旋盤聞いたことあるかもしれませんし、経験ある方もいるかもしれませんね。こういうものマシニングセンターなどの、操作をします。材料の脱着とかね、加工後の測定とか、こんなことは入ってからね、教えてもらえますので、覚えながら頑張っていけばいいと思いますよ。はい、面接は3月4日金曜日の2時となりますのでね、4日金曜日、受けれる方は大阪の方にお越しください。はい、1人2人募集です。9万3000円から21万のスタートですからね、結構いいと思いますよ。はい、今日は以上2社のご案内となります。このどちらか、あるいは両方ね、受けたいなと思った方はまずチャンネル登録をお願いします。その上で、メールまたは電話でご連絡ください。面接受けられるチケットをお送りさせていただきます。で、面接はね、最初にも言いましたけど、オンラインではありません。大阪支店で直接受けることになります。で、どちら、大阪遠いという方はね、オンラインもちろん検討させていただきます。で、今日は2社だけのご案内でしたから、ちょっと少ないなと思ったかもしれませんね。そういう方はぜひね、有力企業就職フェア、リアルイベントにお越しください。東京本店は同日祝も関係なく毎日やっています。で、地方支店、大阪店の方は、月水金の1時、それから、木曜日の1時、月水金の11時、それから木曜日の1時、この平日ね、4回やっていますので、ここに行ってみてください。毎回30から40社、いろんな会社さんの情報を皆さんにご案内しています。はい、大阪会場は JR 新大阪駅東口を出てすぐのところにあります。ビルの1階です、ね、赤い、ドアですのですぐ分かると思います。
品川の方が近いよという方は名古屋会場に来ていただいても結構です。 JR 名古屋駅から徒歩5分のところにあります。東京に来れる方は JR 神田駅徒歩5分の東京本店にお越しください。ここと東京本店と名古屋からは、大阪と、ね、テレビ会議システムにつながっていますので、オンライン簡単に面接できます。でこれ以外の地区の方は個別のオンライン、対応させていただきますので、いずれにしましても先ほどのメールまたはお電話でお問い合わせをお願いします。それでは皆さんからのご応募お待ちしています。また来週お会いしましょう。さよなら。